自民党総裁選の候補者は21日夜のインターネット番組で税収増の方策をめぐり討論した。石橋毛元幹事長は法人税は引き上げる余地があると言及。小泉進次郎元環境省は欧州で導入の流れが起きている炭素税創設を検討する考えを示した。一方、 タケチ・サナ経済安全保障担当省は数年間は増税に反対するとした。ジミー・石橋ラーメンは人生。石橋は、税負担する能力がある法人はまだある。もう少し負担をお願いしたいと語った。所得税に関しても負担増を求める余地があるとした一方、消費税率は当面維持するとした。小泉氏は、 炭素税を導入しなければ太陽州貿易で課税されてしまうと指摘。国内に還流する形の税を仕込むことが大事だ、と述べた。